底上げ教育か飛び抜けた才能を伸ばす教育か、これは多くの場面で議論になることです。飛び抜けた才能を伸ばす教育は引き上げ教育、あるいは選抜教育、いろんな呼ばれ方をしますが、私は出る杭を伸ばす教育と呼びます。教育の平等性や公教育の立場では底上げ教育が重要だと言われています。 しかし、私はあえて言いたい、出る杭を伸ばしていこうと。長年産学連携の仕事を進める中で出会った出来事を通して、なぜ出る杭を伸ばすという発想にたどり着いたのか、またそれをどのように展開しようと考えているのか、これから皆さんにお話ししたいと思います。私はもともとは 半導体の研究者でしたが、偶然産学連携の仕事をすることになりました。産学連携は大学にとっては全く新しい領域で、新しい産業を作り出すということが一つのその目的になります。大学の研究成果である技術を社会に還元して、新製品の開発、新事業への展開、 そして新産業の創出につなげていく、場合によってはベンチャー企業を作るということもあります。皆さんは大学というとのんびりしたところじゃないのと思われるかもしれませんが、大学では新しい技術の芽を生み出すために、日夜研究者が血のにじむ思いで研究を行っています。ただ、 実際に産学連携の仕事を進めていくうちに、技術開発が最終的な戦略ではないということに気づきました。実は大学にとって大切な商品は技術そのものではなく研究者であり人材なんです。大学の研究力を強くしようとしたら、研究そのもののことを考えるのではなく、 現在の研究者の実力を上げるか、あるいは外部から新しい戦力を取り込むということが必要になります。そこで研究者にしても技術者にしても優秀な人材を呼び込むことや、今いる若い人を育成していくことが必要になります。特に海外から優秀な先生をスカウトしようとした時に、いざその先生が 大学に来てくれる段階になった時に必ず起きる問題があります。それは自分の子供の教育はどうなるのということです。外国人の先生方のお子さんたちを英語で教育してくれる学校が浜松にはないんです。このことが原因で結局は話がうまくまとまらないということがほとんどですが、それは大学に限らず地域の 大手の企業でも同じようなことが起きていると聞いていますし、ただ企業の場合には場合によってはそういうお子さんたちを東京や名古屋のアメリカンスクールに通うことを認めているということもあるようです。地域に優秀な人材を呼び込むために待遇、研究環境、あるいは職場の環境など、いろんなことを考えましたが、結局は 子供の教育で決まっているんではないかと思うようになりました。ただどこにでもあるような単に英語での教育というのではなく、何か浜松らしいことはないか。地域の産業を振興するために研究者や技術者、あるいは産業人材を育成することは重要ですし、それは大学や産業界にとっても課題です。 しかし、今本当に求められているのは目先の教育ではなく、将来の日本や世界をリードしてくれる子どもたちを浜松で生み出していくと、そういうことではないかと思っています。他に例のない理数系の教育システムを作って、 イノベーションを起こせる人材を世界に向けて輩出していったらどうか。
私自身はリス系の出身ですので、あるいは浜松は世界的に見ても産業が集積していて、大学の工学部や医学部、その両方を持っているという環境が整備されていますから、理数系の尖った子どもたちを積極的に育成するということに集中することを考えました。それがトップガン教育システムです。最初は市内の理科が得意な小中学生を自由研究を指導するということから始まりました。また子どもたちにはちょっと難しいかもしれませんが、高校や大学のレベルの理科の授業を体験してもらうこともやりました。また浜松には多くのものづくり企業があります。企業技術者の OB の皆さん、講師をしていただいて、ものづくり教室も開いてきています。ただ理数系と言いながら、算数や数学に関してはほとんど活動してこなかった。そこで子どもたちに数学的な思考の楽しさを伝えることや、優秀な人材の発掘を目的に浜松市内の小学生を対象に「マスやらまいか」という算数ゲームの大会を始めることにしました。1ヶ月間ネットの上で予選大会を開いて、上位30人の子どもを招待して浜松科学館で決勝大会を行っています。昨年は市内82の小学校から1038人の小学生が参加してくれました。ちなみに昨年の決勝大会の問題をご紹介しましょう。五角形のサイコロがあります。この五角形のサイコロの中に10個のマスが切ってあります。その中に0から9までの数値がランダムに配置されています。このサイコロをコロコロコロっと転がしたのがその隣の五角形です。もともとの五角形と新しい五角形のサイコロ、転がした後のものの同じマスの数字を足したのが一番右です。皆さんここまでついてきてますか？この最後に数字の足されたマスからの数字からもともとの五角形のサイコロの中の数字を当てるのが問題です。ステージ1の問題はこれです。ステージ1は一番優しい問題です。ですから最初にいくつかヒントがマスが開けて教えてくれています。あとサイコロがどれだけ転がったかというサイコロの回転数も教えてくれています。これが一番簡単な問題です。ステージ4はノーヒントです。最後の足された数字から一番最初のサイコロのマスを当てるものです。多分皆さんにはそんなに難しくないかもしれません。去年の1位だった子はこの問題を1時間の間に20問中18問解いてくれました。上位4人のうち1人は小学4年生の子でした。情報学を専門にしている静岡大学の学長、この中に知っている方もいるかもしれませんが、あと浜松医科大学の遺伝学を世界的な権威の副学長が連携してこの問題に取り組みましたが、1時間に2問しかできませんでした。このお話で上位の子がいかにすごいか皆さんお分かりいただけると思います。上位に入賞した子どもたちはトップガンのプログラムの参加や、あるいは静岡大学工学部での数学の指導が受けられるようにしています。私たちはこのように飛び抜けた子どもたちの出る杭を伸ばして得意を得意となるところまで引き上げていきたいと考えています。マスやらまいかは今年から浜松市外の小学生も参加できるようになりました。将来的には世界大会にしたいと考えています。またこの4月に静岡大学の附属浜松中学にトップガンの拠点を整備することができました。附属学校の子どもに限らず科学に興味のある子どもたちが誰でも自由に出入りできて、博士を持った研究者を教員として配置して子どもたちがわからないことをいつでも相談できるような環境を作っていきたいと思っています。また
まずやらまやかに限らず、いずれは浜松で科学コンテストも開いていきたいと思っています。新しい産業を作り出していくには2つの能力が必要だと言われています。一つ、それはイノベーション能力とインプルメント能力と言われています。これまでの日本の産業界はインプルメント能力に注力していて、アメリカで作られたものを改良することによってビジネスをしてきたという人がいます。もちろんこのインプルメント能力は重要ですし不可欠なものだと思います。一種底上げであるこの能力は学校でも大学でも育てることができると言われています。一方でイノベーション能力は多様な価値観の中である意味突出してなければなりません。そういった人材が本当は日本にもいっぱいいるはずです。問題はそういった人たちを見つけ出して育てることです。正確には育てるというのではなく、いかに潰さないでその出る杭を伸ばしていく環境を作っていけるかだと思います。これからはイノベーションを起こさなければ新産業の創出は叶いません。決められたことを決められたようにきっちりできる、勉強のできる人材、それだけでなくイノベーションを起こせる突出した人材の育成が重要なんです。私たちはこの教育システムで子どもたち一人一人の得意を伸ばして得意にしたいと考えています。自然に親しむ気持ちや人格形成、あるいは基礎学力の習得も重要ですが、何より重要だと考えているのは想像力を育てることでしょう。問題があったり障害のあるお子さんを支援することは重要ですし、絶対に必要なことです。それに関しては誰もが文句なく認めています。しかし尖った子を支援するというと途端にみんな不公平だと反対になります。私たちはエリート教育を進めようとしているのではありません。子どもたちは自分では気づかないかもしれませんが、誰もが得意なことを持っています。宝を抱いて生まれてきているんです。もう理数系は十分だから東大に行くために国語や社会を勉強しよう、そうではなく得意な理数をもっと伸ばそう、苦手なことを補うことばかり考えるのではなく得意なことをさらに伸ばしていくことでしかこれからの世界とは戦っていけないと思います。どれだけいい人を育てられるのか、そういう仕組みをこの町が持っているのか、素晴らしい人をいっぱい輩出できる町になるかどうか、それが浜松の将来にとっても大切なのだと思います。子どもたちの出る杭を伸ばしていきたい。性格的にはみ出てしまう子も排除しない。どの子にも誰にも負けない得意なことがあるはずです。研究者にとって重要な資質は何か、よく聞かれます。研究をしていても誰もが新しい発見に巡り合えるとは限りません。発見に巡り合えるかどうか、その分かれ道は研究者に本物の探究心と独創性があるかで決まると思います。この2つを持って地道な努力を続けていればいつか新しい発見ができるでしょうし、新しい発明もできるでしょう。よく発見はあたかも偶然だったと言われることがありますが、それを成し得た研究者にとってはきっとそれは偶然ではなく必然だったはずです。しかし新しい技術を作り上げていく、そういった人真似ではない技術を作る独創性や想像力を育てていくためには、場合によっては常識が壁になることもあります。時としては教科書に書かれていることを疑ってみることが必要なこともあるでしょう。私は出る杭を伸ばすことこそがこの独創性と想像力を育てることだと信じています。私が理数に関わっていることからトップガンは今理数に特化されていますが、浜松市では音楽、
芸術、スポーツに関しても、子どもたちの得意を伸ばす教育を進めようとしています。自分が得意なことをもっと先までやりたいという子どもたちをなぜ止めなければいけないのか、止める必要はないんです。今、静岡県、そして浜松市は人口減少に悩んでいます。教育を町の魅力として、世界中の人が自分の子どもを浜松で育ててみたい、そう思うような町になりましょう。30年後に世界中で大活躍してノーベル賞やフィールズ賞を受賞したり、新しい科学や新しい産業を生み出すような子どもたちを浜松からいっぱい育てていきましょう。皆さん、ぜひお子さんの得意を見つけてあげてください。またご自身の得意も見つけてください。それはどんなことでもいいと思います。そしてその出る杭を伸ばしてあげてください。大きな鉄の扉を開けるのは力ではなく小さな鍵です。誰もが一つその鍵を持っています。大きな未来の扉を開ける鍵を。